おはようございます。2023年11月30日木曜日、朝6時40分です。曇ってるんで、まだ太陽とか、まあちょっと薄暗い感じです。まあ、天気曇り、気温は10度、風の方はもう西風で、もうこれ見てもらった感じで、もう完全にブレークが東向いてますっていう感じですね。はい。で、波ですけど、今ここで、まあ、見えてたセットで、もう腰ぐらいかな。ただちょっとやっぱ割れづらいのと、風が強いんで面の方が良くないという。そんな感じがします。まあちょっとここの方がちょっとこっち側よりは少し風裏というか、風裏ってわけじゃないけど、少しまともな気がしますけど、どうしよっかなって感じですね。これだったら明らかになんかこことね違うんですよね、こっちと。はい。ただまあちょっとたらいなこれじゃあ。というわけで、朝の波状況こんな感じで終わっていこうかなと思います。いつもねご覧いただいてありがとうございます。またこんな感じで配信してきますんで、チェックの方よろしくお願いします。今朝も音畑修雅がお伝えしました。それではまた。